回は横浜新都市病院の芦田先生をお迎えして、お送りいたします。芦田先生は循環器内科の先生ですが、当院 の一番の目的としましては脳卒中予防ということを掲げているんですが、脳卒中予防って大雑把に言うと脳に血管を守る、詰まったり出血させたりしないってことになってくるんですが、血管っていうのは体中にあって脳だけじゃなくて他の臓器に血管も傷んでいる可能性、すごく関連性が強いので、特に連携を持たせていただいてさせていただいています。で、その辺の関係性のことに関して、今日皆さんにお伝えさせていただければと思います。今日はよろしくお願いいたします。はい、お願いします。内臓脂肪と動脈硬化の関係性みたいなデータとかってあるんですか？はい、ありますね。当院でも2年前の学会で発表させてもらいましたけれども、やっぱ内臓脂肪が多い方は首の動脈硬化と関連していましたね、っていうのがありました。で、あとは今さまざまな採血項目ともいろいろリンクすることがありまして、EPA 比という、EPA っていうのはエクサペンタインク酸っていってですね、魚の油です、簡単に言うと。AA っていうのはアラキドン酸、肉の油といいますか植物油とかそういったものの油なんですが、簡単に言えば EPA というものの方が体にとっていいんですね。動脈硬化を起こさせない方向に行きます。 AA というものに関しては動脈硬化を起こしたりとか炎症を起こしていく方にあるんですね。その悪いものを分母に、いい方を分子、つまり EPA 割る AA 比というのを取ってですね、今いろんなものをチェックしましょうというのが一つの流行りではあるんですが、それとも内臓脂肪面積は結構関連していました。だから内臓脂肪面積が大きい方っていうのは EPA いいものも少ないんだということも分かってきてましたね。ですから魚の油、魚をよく食べてもらって運動してもらって内臓脂肪を減らすってことの方が動脈硬化という意味ではいいんじゃないかろうかというのもありますね。これまた栄養指導につながっていきますね。そうなんですよ、そうなんですよ。当院ではですね、ハンドメガシティやりました、首の血管ダメ効果ありました、でチェックしてみたら残念ながら心臓の方もちょっと悪かったですよ、で方には心臓の治療を足します。それは主にカテーテル治療という治療をすることが多いんですが、これはもう2泊3日の入院ですね。で、大体手からでいいんですね。この手のところ、ここの手首のここのところの拍動するところに脈があるところがあります。ここに局所麻酔をして針を刺して管をずっと持っていって心臓の血管まで持っていって、で血管のくぼんでしまったところですね、動脈硬化あるところを血管を広げてあげる、拡張するっていう治療ですね。これカテーテル治療ってやるんですが、ここか手首か足の付け根のどちらかがやります。で、大事なことはですね、局所麻酔ですからその部分だけがチクッとします。あとは別に痛くないですね。で、管ずっと持っていきますが、血管の内側には痛みを感じる神経がないんで痛くも痒くも何ともないんですね。で、それだいたい治療時間、まず検査をまずね、カテーテル検査ってやって CT で病壁があるところ、狭心症ですよっていうところが本当にまずあるのかどうか確認をまずいたします。で、それが15分か20分ぐらいですね。で、その後やはりそこに病壁がありました、ここは治療した方がいいですよっていうところに対して血管を広げるっていう治療、これにはステントっていう金属の輪っかを入れて帰ってきて血管を支える支柱にするんですね。こんなちっちゃな3ミリかける15ミリとかね、20ミリとかこれぐらいちっちゃなもんですけどもね、ちょっと銀歯と同じですね、っていうものを血管に植え込んで帰ってくるという治療をするんですが、これも特別そんなに症状はその時やってる最中はまあ感じないと思うんですけども、っていうのが大体平均的には1時間ぐらいの時間です。トータル1時間半ぐらいで終わる検査治療なんですが、で終わったらこう管を抜いてここをバンドをしてだんだんバンドを緩めていって翌朝外して退院という2泊3日のサイクルなんですね、当院においては。で、退院した後はもうお風呂も普通に入りますし全く普通の生活できるんですが、タバコだけはやめとかないと危ないですね。タバコ吸ってしまうと動脈硬化が進むのみならずステントの中が詰まってしまうということが起こりますから、タバコはもう絶対吸ってはいけないとなりますけども、お酒も含めてそれ以外のことについてのあえての細かい注意点はないんです。なんですが、それが我々の守備範囲というかそこの治療数になるんですけども、今言った通り動脈硬化のひどいところにステントっていうのを血管を入れて広げてあげるっていう治療をしているわけなんですけども、動脈硬化そのものは全身の病気ですね。先生おっしゃった通り首にもあれば心臓もあればっていうのが広がってくる病気ですね。
ですから実はそれで治療が完結しているわけではなくて、その後いかに動脈硬化が進まなくするか、進展させないようにさせるかといったことが非常に重要な問題なんです。でこれにはですね、我々先生や先生に対する脳外科とか我々に対する循環器とか、こういった医師だけではなかなか全部はできないところがありますね。そういう意味では我々の病院、先生のところもそうだと思うんですけども、やっぱりこう自慢のできるですね、いろんなスタッフがおります。で当院においてもですね、どういうスローガンでやってるか、患者さんに安心満足のみならず感動をしていただこうと、まあ、いわばチーム新都市というようなまあスローガンで取り組んでてですね、患者さんに包括的に全身的に全人的に患者さんに取り組んでいきましょうということをしております。先ほど言った通り EPA-AA 比といったものが動脈硬化に関係してくると話しました。魚の油とか肉の油との関係ですよね。でそういう意味ではそういったことについての細かい専門的な指導っていうのは、これやっぱり栄養士さんだからもう本当優れてます。だから管理栄養士さんが何度も何度も患者さんのところに行って、その患者さんの生活環境をよくよく聞いていただいてですね、で彼らがプロフェッショナルの意識でもってそういったことに対して指導をしてくれてるんですね。でしかもそれがですね、そういった栄養指導っていうのは、まあ、どの病院もそれなりにやってるかと思うんですが、先生ご存じの通り一回栄養指導を受けてもですね、なかなかそうか分かったと思ってもこれすぐ戻っちゃいますよね、うん、僕もよくダイエットとかするんですけども、ちょっとまたリバウンドしてしまうじゃないですか。こういうのってやっぱこれ継続するのって非常に大変ですよね、でそういう意味ではうちの栄養士さんがやってもらっていることは継続した取り組みなんですね。カテーテルやった時に1回目の入院だったりとか、あとは外来だったりとか、継続して何ヶ月間の間を置いてですね、同じ担当者が、同じ栄養士さんが、つまりそうすることによって患者さんの情報をよく知ってるし、顔も知ってるしという感じでフェイス2フェイスな関係で、同じ栄養士さんが何回も何回も、複数回関わってですね、継続した関わりということをやってられて、それをまあ様々な学会で今発表とかをさせてもらっているんですが、やっぱり彼らがきちっと栄養指導をするとですね、そしてまた患者さんがきちっと継続した努力をしてもらえると、やっぱり数値も改善してくると、さっき言った EPA-AA 比もそうですけども、さまざまなコレステロールの値とか糖尿病の値とかも変わってくる。やっぱり異色同源だなというところがたくさん会見されたりしますね。なんかその接する中で、その患者さん、まあ、男性だったら奥さんとかも入るんですか？そうですね、まあ、非常に重要なポイントなんですね。なかなかその患者さん本人、これは男女関係なくですね、一人だとやっぱり弱い時もありますね。特に男性の場合は自分で料理しないこともありますから、家族にも入ってもらうと、家族にも関係してもらって、特に男性の場合は奥様にもですね入ってもらって、みんなで周囲からサポートも得られるようにするということで、栄養指導にはもちろん全部が全部毎回毎回家族の方も来れないかもしれませんが、極力家族の方にも入ってもらっているというようなことをしてもらってますね。あとはですね、薬もそうですね。結局カテーテル治療をした後もそうですが、あるいはカテーテル治療をしなくてもですね、薬が結構重要になっている時もありますね。服薬でいかにこの薬が重要なのか、あるいはどういう時に飲めばいいのか、こういう時はどうするんだろうか、なんていろんな問題があるかと思うんですが、そういったこともこれは専門家っていうのが薬剤師さんになりますから、薬剤師さんが積極的な服薬指導と薬の薬の注意点とか説明をしてもらっているとなります。でうち の薬剤師さんたちはまだ非常に若い方が多いんですけども、普通は通り一遍と説明することが多いと思うんですけども、彼らはですねカテーテル治療をする現場を見に来るんですね。で実際に体験することは困難ですから、実際見ることによって、あこういうことなんだと、カテーテル治療ってのはこういうもんなんだ、あるいはこうこうこういう時にこうやってるんだってことをよく理解した上で、それでもって患者さんに説明されてるんですね。つまり、通り一辺倒の言葉じゃなくてですね、テーラーメイドな自分たちの言葉できちっと患者さんに説明できるということを目指してやってらっしゃるんで、まあ、非常に患者さんからの評判もいいですね。だからそういう意味では我々の病院においては、僕が見てる限りでは高血小板薬っても非常に重要な薬ですね、血をサラサラにする薬の飲み忘れっていうのは非常に少ないという印象を持っていますね。まあ、それ以外の看護師さんだったりとか、ソーシャルワーカーさんだったりとか、
場合によってはリハビリの方にも入ってもらって、今さまざまな取り組みでですね、患者さんに実はこの患者さんの病気、狭心症って見つかったけども、その背景にはこういう生活環境があったんだとか、こういう生活のスタイルだったんだということを取り組み、見つけてですね、そこにできるサポートをしてもらおうということをしている。要するに病気って先生もご存じの通りですね、ある氷山一角なんですね。実は病気ってさまざまなことの背景があった上で出てきますから、その背景いろんなことが隠れているわけなので、そういったところにフォーカスを当てていって、いろんな取り組みをしていきましょうと。もちろんできる範囲できない範囲とあるわけなんですが、極力全人道的にフォーカス的にその患者さんに関わっていきましょうと、まあ、本当チーム新都市っていうスローガンでさせてもらっているというです、ね、専門的になればなるほど、うん、まあ、個々になって、うん、なかなかチームとしての力が出せないっていうのが、まあ、一般的ですね。そうですね、どうしてもその日本の医学教育が臓器縦割りになってしまっているので、はい、先ほどの脳外科と循環器と同じように各臓器別で胃は問題ないだとか腸は問題ないとか心臓は問題ないとか、こんなふうになってしまって、それに伴って各スタッフも心臓に関わるスタッフだったりとか脳に関わるスタッフだったりとかして、決してそのそれぞれの臓器に対してのサポートになってしまったところがあると思うんですけども、我々はやっぱりその病気っていうのはあくまでも全体のうちの一部だけが SOS 出してあげるだけであって、実はその氷山の一角でその下にいっぱいこういろんなものが背景と隠れてるんだと。それは生活環境だったりとか患者さんの背景だったりとかいろんなことが隠れてると思いますので、それを極力介入していかないと動脈硬化そのものを進行を抑えるということは、これ非常に困難であろうなという観点があると思うんですね、うん、まあ、そういう意味ではですね、まあ、あの今の入院中とか外来でもそうなんですが、狭心症とか心筋梗塞とかに残念ながらなってしまいましたよという時には、やっぱそういった治療もするんですが、その後のこれケアが非常に重要なんだということになります。これは外来も同じですよね。これは本当に、ね、車と同じですね。車を買う時にちょっとでも安いところで買いましょうとかね、するんじゃなくて、やっぱりそのどんだけアフターケアをしてもらえるかっていうのと同じだと思うんですね。そういう意味ではやっぱり一生のお付き合いをしてもらえるといいますか、我々はそういうスローガンで、狭心症とか心筋梗塞はもちろんのことですね、我々の循環器に関わってきた患者さんというものは、生涯の対応をすると一生のお付き合いさせていただくというようなことをスローガンにしてるんですね。で、そこにはですね、一つ根拠がありまして、心筋梗塞や狭心症を起こした方が1年後にどういう病気を動脈硬化という観点で起こすかということを見たトライアルとか試験がいっぱいあるんですね。そういう医学的な試験があります。だいたい狭心症や心筋梗塞の方が1年後にもう1回そういった病気を起こしますよってことは、これ従来からずっと言われてたんです。ですから循環器の医師はですね、狭心症になった患者さんがもう1回狭心症にならないようにいろいろな努力というか工夫はするんですけども、実はそのデータではっきりなしたことは、狭心症の患者さんがもう1回狭心症を起こす以上に脳血管障害を起こす頻度の方が高いということが分かったんです。で、あるいは脳血管障害を起こした患者さんですね、先生ご存じの脳梗塞の患者さん、また再発率も大きいですよね。もう一度また起こしだったりしますよね。あるいは脳出血といった問題もありますね。足もそうなんです。足の動脈硬化の患者さんも実は何を起こすかというと脳が圧倒的に多いんですね。そういう意味では我々は動脈硬化を主に扱っているそれを専門としているですね、医師としてはですね、常に脳卒中を意識した診療を、これは循環器内科の医師であってもしなきゃいけない、なると思うんです。そういう意味ではアフターケアということが、当院においてのアフターケアで何かと表しますと、狭心症の患者さんが今後狭心症を起こさせなくする、これはもう当たり前です。これにつけてのスローガンというのは当たり前なんですが、加えて脳卒中を起こさせないように、あるいは起こした場合に万が一起きてしまった場合には、これ迅速に対応できる、患者さんの背景も含めて全部分かっている、すぐに対応できますということを心がけるために、当院みたいに脳外科と循環器がリンクしているというのは非常に強みだと思うんですよね。あるいは我々のところで治療した患者さんが先生のところに脳外科のところで見てもらうというのは、この後大きな意味合いを持っていると思うんです。先ほど言った通り、狭心症の患者さんが起こすのは1年後は狭心症じゃなくて脳卒中であるという意味では、心臓の方を治しました
でもその後は常に脳のことも意識した診療を普段からしていただく必要があるという意味では、循環器のドクターが循環器の先生のところにご紹介をする、これも一つの方法だと思いますが、脳外科の先生のところで見てもらうっていうのもこれちょっと重要かなというふうに考えていますね。そういう意味では先生のところ、加藤先生のところと我々がこうリンクしていらせてもらっているというものは、非常に患者さんにとっても大きな福音であろうかなというふうに判断していますね。で、あともう一つはですね、さっき言った通り、当院はその様々なスタッフが患者さんのためを思って包括的に全人的に取り組もうとしていますね。そういった皆さんのベクトル合わせをするチームとしてやっていくときにですね、これなかなか仕事ばっかしでチーム合わせ難しいかと思うんですね。でこれはね、当院の院長の発案なんですが、こうやってチームみんなでね、駅伝とか出てるんですよ。でこう同じ青色のシャツを作ってですね、みんなで参加をする。でこれ駅伝って医者が医者ばっかしで走るんじゃなくて、事務の方もいろんなスタッフ、看護師さんとか薬剤さん、いろんなチーム混成してチーム作って走るんですね。チーム新都市として何チーム参加して、でそうするとですね、まあ、医者があんな苦しそうな顔して走ったことはあんまないわけなんですよ。で一気に連帯感というか深まってくるわけなんですね。で我々中規模病院330床ぐらいの病院ですが、もうスタッフみんながお互いのことを知っているという意味合いでは、本当の意味でのチームの連携といいますかなってきますし、ベクトル合わせていくという意味でも非常に有効なんですね。でもう一つはですね、これまた駅伝というところに意味合いがあって、球技だとやっぱ経験者とかセンスがある人とかの方が強いじゃないですか。過去にやってましたとかの方が、走るっていうのはもちろんね、プロフェッショナルなランナーがいるこれは別ですけども、我々のような駅伝とかね、ちょっとマラソンしましょうとか言ってるレベルっていう意味ではですね、やればやるだけみんな伸びてくるんですよ。みんなが成功体験を得やすいんですね。そうするといろいろ仕事中に悩んだりとか、ちょっとこう元気ない子であっても、駅伝とかマラソンとかすることによって、みんなでやることによってですね、やればできるんだと、タイムが上がってくるってみんな純粋に嬉しいですからね。そういう成功体験がまたこれ仕事の方に生かせてくるという意味合いで、みんなで毎年やってるんです。ですがついこのそばにありますですね、これも東日本国際駅伝相模原でやりました、つい最近やりましたけども、これも当院80名以上が参加して、こういうみんなで中国走ったって言うんですけども、みんながこういい笑顔になれるっていう意味ではですね、やっぱり医療従事者が笑顔にならないと患者さんに笑顔を提供できませんからね。そうですね。うん、そういうこういった催しを普段しょっちゅうやっていて、みんなでチームワークを高めているということをしています。そういう意味では我々の病院もね、立って20年経ちます。ですからハード面と今外見はですね、結構ボロく見えるんですよ。ですがスタッフは若いですし、もちろん医療入っている医療器具は最新のものばっかしが入っているわけなんですが、何よりもそういったハード面、器具よりもですね、病院一歩入っていただければ分かるんですが、笑顔に満ち溢れてます。スタッフみんなが本当に、ね、目線高くて生き生きとしてるんですね。それが患者さんにとって一番の福音をもたらすというか、元気をですね、我々も医療スタッフから元気を、お互いに元気を分け与っているところありますし、患者さんにも元気をですね、持って帰ってもらえるんだろうかなというふうに思ってます。本当自慢のできるスタッフでもあり、自慢できる病院なんですね。素晴らしいですね。なんでですね、ぜひですね、はい、もう見学でも買いませんか、患者さんがね、ふらっと来てもらえればですね、いいんじゃないかななんていうふうに本当はもう僕は思っております。わかりました。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございます。いかがだったでしょうか。今回は横浜新都市脳神経科病院の循環器内科芦田先生に、ご覧いただいて、循環器疾患、心臓の狭心症だとか心筋梗塞だとか脳外科の病気、脳梗塞、脳出血の病気の関連性に関してお話ししていただきました。結局大雑把にちょっとその見てみますと、その僕ら医療従事者っていうのは何やってるかっていうと、脳梗塞にしても心筋梗塞にしても心臓を構成する、細胞、脳を構成する細胞が細胞死しちゃえばですね、治すことは今の医療ではできないので、その心筋梗塞だとか脳梗塞、細胞が死ぬ前にどれだけのことができるかっていうことですごく頑張ってるわけなんですけども、実はその、頑張るポイントとしては、もうある程度人間ができること、今人類ができることっていうのは決まってて、その心臓とか脳を栄養する血管その動脈硬化、血管が傷まないようにする、そのためには何をすればいいのか、血圧、コレステロール、糖尿、尿酸、タバコ、ストレスっていうのをきちんとやっていきましょうっていう意味においては、
その普段の生活に占める割合っていうのがすごく大きいんですが、まあ、それでもやっぱりその、まあ、そこの病気にかかってしまった時にできるだけ予防できるということにおいて、心臓とその脳 の、 あの関係性っていうのを今日はお話しいただきました。特に数年前、4、5年前まではその分からなかった心臓を栄養する血管 の、 動脈硬化の具合を直接的に見る方法、その冠動脈造影 CT っていうものが当院を通して横浜新都市脳神経科と連携することで行えるという高いレベルの医療ができるっていうことに関して、すごく興味深い内容でしたし、また新都市病院の方でそのチーム新都市としていろんな部署の方が、それぞれ専門は極められていながら皆さん連携して、若い笑顔の力で、患者さんをみんな責任持って、見守って治して治療してくれるっていう素晴らしいお話でしたが、やはりその大体結構その部署部署で個別に分かれてしまうんですけど、そういったチームとして、頑張っている病院っていうこと、そのお話に関して、今日は興味深いお話をいただきました。また皆さんのご参考になれば幸いです。それでは失礼いたします。